こんにちは、メイランでーす。今回は嵐の二宮和也くんについて占いをしていこうと思います。二宮くんは嵐としての活動が休止されてからもジャニのチャンネルを開設されたり、役者としてもご活躍されていますよね。今年はタングという映画にもご出演されていたり、最近ではラーゲリより愛を込めての映画も公開されましたよね。そんな二宮くんの本音だったり、ソロとしての活動がどうなっていくか、あとは皆さんも気になる嵐は復活するのかなどなど占っていきたいと思います。そして占いに入る前にいつもの前提なのですが、あくまで占いですので、占いからわかる観点でカードを読み取っていきます。あくまでも未来を保証するといったものではございませんので、あらかじめご了承ください。それでは占いをしていきます。ではカードを展開していきます。過去、現在、未来、二宮くんの課題、二宮くんの本心、二宮くんの建前の気持ち、二宮くんへのアドバイス、ファンの人たちの気持ち、これからの可能性、結果といった感じで占っていきます。先に言っちゃうんですけど、嵐としての復帰はズバリまだまだ先なんじゃないかなって思います。ちょっと微妙なカードが何枚か出ているんですよね。今から1枚ずつ説明していきます。では過去のカードからです。過去のカードではカップの8というカードが出ました。このカードは未練がなく吹っ切れた状態で次のステージに進む、そしてライフスタイルの変化を意味しています。なんだかニノっぽいカードなんじゃないかなって私は思いましたね。嵐の中でもニノが一番先にご結婚されましたし、ライフスタイルの変化っていうのは適していると思います。さらに新しいステージに進むということから、嵐を休止されて YouTube を開設されたり、どんどん今までやってきたことがなかったことをやっていきたいというような気持ちに駆られています。ただこのカード、月が描かれてるんですよね。月って占いの中で不安の象徴でもあるんですよね。次のスタートを踏み出すのに今まではすごく不安だったと思うんですけど、周りからの支えもあって吹っ切れている状態ですね。逆で出ると、このカードが逆で出ると、その不安感がさらに募っちゃう意味があるんですけど、今回逆で出ていますので、今のお仕事の状態がライフスタイルにも合っていて、今までできなかったことも挑戦することができて、充実して活動ができていると思います。そして現在の位置には、ソードのクイーンの逆というカードが出ました。このカード、シビアな意味があるんですよね。孤立、見捨てられる、無情な環境を意味しているんです。今の二宮くんって、新しいことをジャニーズの中でも挑戦していますし、こんなこと YouTube で言うのもっていう感じなんですけど、まあ浮いてる存在だと思うんですよね。まあカードにそう出てるんです。いい意味で言えば、先陣を切ってジャニーズとしての新しいジャンルを作り上げていった開拓者とも言えるんですけど、二宮くんがいろんなことを一人でやっていくあまり、周りの人たちが離れていってしまっているんですよね。このカード、孤立という要素がすごく強いカードですので、周りの人たちからは批判的で、二宮くんの今やっていることに対して理解ができていない人たちもいると思います。ただ、このカードはソードのカードです。
ソードのカードは知性があって判断力があって意志が強い意味があります。なので二宮くんは今の活動に対して意志が強いんですよね。誰から何を言われようと今の活動に誇りを持って意志を持って、動けていると思います。批判されるのは承知の上で今自分の好きなことができているんだと思います。そしてこのカードはもともと悲しみを乗り越えて強い精神力を持っている時にも出るんですよね。もう二宮くんは一周回ってるというか吹っ切れているところもありますね。自分のやりたいようにやっていきたいし、それは過去のカードにも出ていたように未練を捨てて次のステージに進もうと決意した時から変わっていないみたいです。そして未来の位置にはワンドの9というカードが出ました。このカードは慎重になって選択をしていく保守的な意味があります。そして警戒心を持っている時にも出るカードですね。このカードを見て嵐の復帰はまだ遠そうだなって思ったんですよね。このワンドの9のカードは男の人が頭に包帯を巻いていますけど一度失敗したことの現れなんですよね。私たちが知らない裏側できっと何か二宮くんが、傷ついたことや失敗したことがあるんだと思います。嵐を本格的に再開するとなった時に何か二宮くんの中で懸念することがあるんでしょうね。嵐を再開させたことによって何か生まれてくる障害のようなものがあるのかもしれません。それなら保守的で安定的なお仕事を選んでいきたいと思う二宮くんの気持ちの表れでもあると思います。警戒心のカードですので嵐を復活させるには慎重な気持ちでいます。そして二宮くんの課題の位置には金貨のキングというカードが出ました。このカード父親のカードです。二宮くんは娘さんが2人生まれていますよね。父親としての自覚責任を表すカードですのでもう過去の二宮くんとは違って嵐として活動されていた二宮くんとは違って、新しい立場としてお仕事をやっていく必要があると出ています。やっぱり過去のカードでも出ていたようにライフスタイルに合わせたお仕事をしていく必要があると課題に示されています。またこのカードは何かを成し遂げた人物地位のある人物を意味しているんですよね。なのでもう二宮和也としてのブランド力が出来上がっているのでこのままお仕事を続けていっても大丈夫だとカードに現れています。そして二宮くんの本心の位置には戦車の逆というカードが出ました。このカードはいろんな選択肢があって選べない時や弱気になっている時のカードです。なんか現在の位置にはソードのクイーンの逆、孤立しているけど意志の強さを表すカードが出ていましたが本心で言うと弱気なカードが出ているんですよね。父親としても役者としても YouTuber としてもアーティストとしても多方面でいろいろ活躍されていますがどれも取ろうとすると訳が分からなくなっちゃっているみたいなんですよね。このカード正しい位置で出ると腹をくくって一つに決めるといった意味があるんですけど逆で出ているので自分のやりたいことを何でもやっちゃっている状態にもあると思うんですよね。ただそれで形になっているので全然いいと思うんですけどご本人的には弱気なカードが出ていますね。このままでいいのかなとかこの先どうなるかなっていうような不安は潜在意識の中にあると思います。そして二宮くんの建前の気持ちの位置にはカップの10というカードが出ました。このカードは平和や安定、
家族の象徴でもあります。建前では安定的に二宮和也ブランドで推し進めていってると思うんですよね。そこがプロだなって思います。そして家族の象徴のカードでもありますので、パパとしても頑張っているぞっていうところを皆さんに示すことができていると思います。ただ本音のカードで言うと、いろんなことをやりすぎちゃってわけがわからなくなっちゃっている状態ですので、真逆な意味ではありますね。ただプロ意識を持ってお仕事をされているというのは建前の気持ちからよくわかります。不安な気持ちや大変な気持ちっていうのを皆さんには隠しているんだと思いますね。そして二宮くんへのアドバイスの位置には金貨の7というカードが出ました。このカードは時間をかけて今までやってきたことを見つめ直したり、次にどう動いたらいいかを考え直すという意味があります。また周りから再評価されるなんていう意味もあるんですよね。本心のカードでも、いろんなことに挑戦するあまり何を優先したらいいのかわからなくなっちゃっている状態の戦車の逆のカードが出ていますので、もう一度今やっていることを見直してみてもいいんじゃないかなって思いました。このカード、努力は結果につながるカードですので、確かに周りから批判を受けたり、自信がない気持ちも現れていますが、決して今やっていることは間違っていないことの暗示でもあります。この金貨の7というカードは、農家の人が豊作状態の農作物を見て、収穫しようかな、収穫しないでいようかなって考えている、時の構図のカードなんですよね。なので二宮くんって今の状態でもう仕上がっているとは思うんですけど、今一度今までの活動を改めて見つめ直してみて、将来への目標を立ててみてもいいんじゃないかなって思いました。そしてファンの人たちの気持ちの位置には、金貨の10の逆というカードが出ました。このカードは家庭内の問題や負の連鎖を意味するカードです。きっと良くも悪くも、二宮くんがご結婚されて娘さんが生まれてから見方が変わっちゃった人がいるかもしれないですね。二宮くんに対して大きな熱量を持って応援されていた方は、正直今の二宮くんに対して素直に応援できていないと思うんですよね。ああ、家族ができちゃったのかとか、お父さんになっちゃったのかとか、しみじみ思うことがあると思います。このカードが正しい位置で出ていたら祝福されていたり歓迎ムードであったと思うんですけど、逆で出てしまったので、正直あんまり良くないんですよね。いろんな見方や捉え方をされている方も多いと思うんですけど、ただアドバイスの位置に二宮くんは再評価される、努力が形になると出ていますので、今続けていることがまた周りの人たちに受け入れられていくと思います。そしてこれからの可能性の位置には、金貨のエースというカードが出ました。このカードは新たな始まりや勝ち付けを意味しています。きっとまた二宮くんは新しいことを始めると思います。勝ち付けを意味するカードですので、ジャニーズとしてはやったことがないことを二宮くんが先陣切ってやっていくと思いますね。ただ未来のカードにも出ていた通り、嵐が復活するのはもっと先だと思うんですよね。復活に対しては慎重なんです。そして新しいことを始めるにも保守的ではあるのですが、あ、これいけると自分の中で確信が持てた時に新しいことを始めるんだと思います。でもいろんなことをやっていくと優先順位がわからなくなるよって出ているので、そこは気をつけていってほしいものですね。そして結果の位置には、
吊るされた男の逆というカードが出ました。このカードはもともと自己犠牲を意味するカードなんですけど、逆で出ているのでさらにその要素が強くなっていってしまうんですよね。時間や物、体力を費やすという意味になるんです。そしてこのカード、精神疾患も意味していますので、なるべく自分が我慢しすぎないように、人に奉仕しすぎないように注意する必要があると出ています。現在のカードにも周りから独立して強く生きる人のカードが出ていますし、全部一人で抱え込まずお仕事を進めていってほしいなと思います。きっと二宮くんは欲しいものを手にすることはできたけど、その反面プレッシャーがかかったり我慢することも増えたと思います。こうやって見てみると二宮くんの弱さや不器用さも伝わってきますね。どんな活動であったとしても二宮くんが体を壊さずにのびのびとお仕事していってもらいたいと思いました。はい、では皆さんいかがだったでしょうか。なんだかこうして占ってみて二宮くんの人生がタロットに現れているなって思いました。皆さんの前では強気でいるけど弱い部分や我慢しているところが多いんだろうなって思いましたね。それではこの動画をご覧いただいて私に個人鑑定をしてもらいたいと思われた方は、詳しい詳細が概要欄に載ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。